ートの木村です。今日はランナー膝、膝の外側の痛みを改善するためのトレーニングについてご紹介したいと思います。以前ランナー膝の改善法2という動画で中殿筋のトレーニングをご紹介させていただきました。寝た状態でやるトレーニングですが、今回はその立ったままやるバージョンをご紹介します。具体的にはこういう動きです。中殿筋がなぜランナー膝の改善に、重要か、そもそもランナー膝ってどうやって起こるのか、どういう原因があるのか、改善法があるのかというところは詳しくは、そちらの2番の動画かブログを、ご覧ください。今回はやり方だけを、紹介したいと思います。今回立ったままをやるトレーニングをご紹介する理由は2つあります。まずはそちらの方が実施できるのであれば効果的だからです。もう一つは、どこでもやりやすいからですね。はい、寝た状態の中殿筋トレーニングの上級バージョンに今回のトレーニングは当たります。なので少し難しいんですが、まあ、それが実施できるのであればよりランナーにとって効果的なトレーニングになるので、チャレンジしてほしいのと、寝た状態だとですね、スペースの問題やちょっと手間で、ちょっと続かないな、あんまりやらなくなっちゃいましたっていう方も、多いので、そういう方のためにはですね、手軽にできる方がいいんですね。ということで寝たりしなくていい立ったままでやれるというものを紹介したいなと思います。なので手軽なので練習の前とかレースの前も、行うことができます。これはすごく僕のおすすめで、ランナー膝が痛く、なくなってからもやってほしいんですけど、走る前に中殿筋を刺激を与えるんです。そうするとそこがうまくより使えるようになるので、いい走りができるんですね。なのでレースの前もそうですし、ランの前に中殿筋を効かせてからやる、その時わざわざ横になってできないなっていう時に今回の動画を参考にしていただいてやってください。それでは、そのやり方をご紹介したいと思います。地図を見ててください。横からもう行きましょう。こういったトレーニングになります。ポイントがいくつかあるのでご紹介したいと思います。まず片膝立ちになるんですが、膝を軽く曲げます。どれくらいかというと、ランニングでこう着地したぐらい、この自然な感じまで曲げます。こういう時理想を言うと股関節で安定させてるような感じ、股関節でしっかり安定しているような感じでやってください。で、片足膝を曲げたら腰に手を当てて体をまっすぐにします。この時お腹をキュッと締めといてください。この位置から足を横に上げていきます。股関節から先以外固定しているのが理想です。横から見た時にちょっと後ろ目に上げるといいですね。さらにスピードはゆっくりがいいですし、余裕があればちょっと止めてあげる、上で1秒ぐらい止めるとよりいいですね。ここの足の側面を上げていくイメージでやってください。はい、でこれはですね、やろうとするとグラグラしてできないっていう人もいると思うので、そういう方は何か壁や物を掴んだ状態、支えにしてやってみてください。支えにするとどうしても安心してしまって上体を固めるのを意識できない場合があるので、しっかりお腹は意識して上体は固定してください。これしっかりやるとですね、この動かしてる方の中殿筋もちろん効くと思うんですけど、この辺りですね、支
支えてる方の実は中殿筋、これもなんかきついなって感じてくると思うんです。それは実は正解、いい反応で、おすすめの理由として、実は両方こっち側もこっち側も両方鍛えられるというメリットがあります。というのは中殿筋というのは股関節を安定させてくれる筋肉ですけど、どう安定させるかというと、片足立ちの時にこの股関節がこういう風に外に流れるのを防いでくれるんですね。しっかりと引きつけておいてくれます。外に流れるともちろんバランスが取れませんし、ランの時に毎回こういう着地がなります。こういう着地、それによって長径靭帯が張ってしまってランナー膝になったりも、します。なんでここがしっかり安定させるという筋肉なので、そもそも片足出していること自体が中殿筋のトレーニングなんですね。プラスこっちも鍛えている。さらに言うと、このエクササイズはランの動作に近い状態で行いますよね。ランっていうのは片足立ちでいることしかありません。もしくは両方浮いている。なので、こうかこうしかないわけです。なので、この姿勢でやってあげるっていうのが非常にランに適しています。という話になります。さらに、僕は今、裸足でやってますけども、これ、理想は裸足でやってください。もちろんシューズとか履いててもいいですが、もし状況が許せば裸足でやってみてください。そうすると、足の裏の固有受容感覚という非常にランナーにとって大事な感覚も、よく感受性が良くなります。そこからの刺激ももらえるので、足裏も反射が良くなって、うまく効率よく力を前に進む力に変えられるようになります。というような要素もあり、さらに、ここがグラグラしてたらうまくできませんから、体幹のトレーニングでもあるんですね。なので、トータルとしていろんなメリットがあるトレーニングになります。そこが寝た状態の中殿筋だけのトレーニングとは違うところです。ただし、その分意識すべきところが多い分、難しいので、上級バージョンという形になります。なので、例えばこうやって持った状態でもいいので、どんな時にやるべきかというと、走る前、レースの前にちょっとやってあげるとかするとですね、手軽に中殿筋に刺激が与えられて、いい走りをするための、準備ができる。そういった風に、このエクササイズを使っていただければと思います。はい、多分ですね、すごいグラグラしちゃうと思うんですけど、そこをなんとかまっすぐ保つ、これができること自体がすごいランにとっていいことなんで、ぜひチャレンジしてみてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。